運動と医学の出版社の土屋です。新型コロナウイルスの影響でセルフケア、この重要性はどんどん高まってきています。今回はこのマッスルインバランスの書籍の中からセルフケアに焦点を当てて、ちょっとした声かけで効果をぐーんと高める、そんなエクササイズを紹介します。運動不足の方、またデスクワークが長時間続いて背中が重だるいなとか硬いなと感じている方におすすめのセルフケアとなっております。早速やってみましょう。ちなみにこれはヨガやピラティスにも使えますよ。この本の47ページに記載されているエクササイズを紹介したいと思います。まず背中が重だるいなとか硬いなと感じたら、背中ぐーっと全体を伸ばしたくなりますけども、そういう時にヨガとかピラティスでも行うと思いますが、こういった腹背ですね、腹外でよく肩の下に肘をこう置いて、で全体が伸びるようにしましょうっていう風なストレッチ、もしくはセルフケアがありますけども、マッスルインバランス、この本で紹介しているエクササイズはちょっと違います。どこが違うかというと、耳の下に肘を置きます。耳の下に置きます。そうすることで腰椎が過度に反ってしまうのを防ぐことができます。実際に肩の下に肘があるとぐーっと反っていくと、腰椎を過度にぐーっと反ってしまいます。これで腰を痛める方結構多いですよね。なのでそうならないために耳の下に肘を置くことで、おへそが床につきます。おへそから上2センチがだいたい第三腰椎になるので、第三腰椎から胸椎に向かって全体をこう伸ばすことができます。やってみると分かりますけども、特に猫背の方は耳の下に肘を置いて頭をぐーっと反らしていく、この時過度に頸椎が前腕し、頸椎が反らさないように胸をぐーっと反っていきます。そうすると最高に伸びて気持ちいいです。ぜひやってみてください。ちなみに肘を肩の下にして同じようにやってみてください。そうすると腰が過度に反るなっていうのが分かると思います。なので必ず過度に腰椎が前腕してしまう方、特に耳の下に肘を当てて、この状態で肩甲骨がしっかり翼状肩甲にならないように安定させた状態で胸椎をゆっくり伸ばしてみてください。1、2、3、4、5秒間ぐらい伸ばすといいと思います。そのままゆっくり戻していきます。これを実際にやってみてください。いかがでしたか？単純な動きですが、先ほど言ったようなポイントを知っているのと知らないのでやるのでは効果が違ってくる、そういったことが分かったと思います。こうした代償動作も含めて、さまざまな視点で200種類以上の運動が載っているマッスルインバランス改善のための機能的運動療法ガイドブック、絶賛発売中です。ぜひお買い求めください。